皆さん、こんにちは。フォーサイト卓剣スピード合格講座専任講師の久保田です。今回はフォーサイトの卓剣講座の講座の特徴をお話ししていきます。テーマとしては大きく4つに分かれています。1つ目が試験の概要。を2つ目が本講座の特徴。3つ目が本講座の利用方法。最後にコースの選び方。 この4つを順番に説明していきます。さあ、1つ目ですね。宅研試験の実施結果の概要を説明させてください。直近3年間のデータを載せております。細かい数字については皆さんの方でご覧いただいて、注目すべきは合格者の職業別の構成費なんですね。どういう点が注目かというと、 やはりですね、皆さん想像つきやすいと思いますが、不動産業の方が一番多いですよね。で、さらには金融関係、建設業と続いて、そして主婦の方もたくさんいらっしゃいます。この情報からですね、得られるものとしては、社会人の方が受験して、そして実際に多くの方が合格されているんですね。でもでも、よく考えてください。社会人の方って、 仕事が忙しい。そして主婦の方も家事、育児で忙しくて時間がないですよね。ですから短期間で学習して合格する必要があります。そのためには何が必要かというと隙間時間の有効活用です。そのためにはスマホでの学習が一番大事ということができます。そして次のテーマ。本講座の特徴です。 具体的にですね、教材、つまりアイテムの内容をここで分析していきます。まず最初に基礎講座というものがありまして、これはですね、どういう講座かというと、知識を身につける講座で、テキストは4冊で、ページ数は656ページを使っています。次に、過去問講座は、名前の通り過去問を解く講座となってまして、全部で5冊、 問題の掲載は約600問掲載しています。次に、直前対策講座が全部で2編ありまして、一つ目が法改正統計資料対策編というもので、宅検試験では法改正狙われやすいです。さらに言えば、統計の問題が毎年1問出ますので、この1問しっかりゲットするための講座と言えます。もう一つが卓越対策編というもので、これは 一問一等式の問題をとにかく解いて解いて解きまくって弱点克服を行う講座となってます。そして科目別当連講座、これ4冊となってまして、1回あたり50問の問題があって、合計で200問解いていただきます。そしてですね、ここに書いてあります eLive Study というものがありまして、通信講座というのは、例えば 教材買ったはいいけれども、教材開けなかったり、モチベーションが続かない、こういったことあるかと思います。それをですね、このフォーサイトが打開するために作ったシステムです。どういうものかというと、e ラーニングを通してですね、まさにライブ講義を行って、皆さん、つまり受講生と私、講師との双方向性のですね、講義を実現したものになりまして、これはですね、月2回、 一回あたり1時間実施していますので、ここでですね、モチベーションの維持であったり、ペースメーカー的にご利用ください。次ですね、テキスト、そして講義時間なんですが、入門編という全講座のもう入門、名前の通りですね、アイドリングを行う講座になるんですが、1時間の講義を行っています。基礎講座が11時間、過去問講座が6時間、そして直前対策講座が2時間、 トータル20時間の講義時間があります。20時間というと、もしかしたらちょっと講義時間短いかなと不安に思うかもしれませんが、ぎゅっと凝縮した講義を何回も見ていただく。それを目的としています。いいですね。何十時間、何百時間という講義があっても、 結局最後まで消化できなかったら意味がないですよね。20時間というコンパクトな時間であっても何回もですね、反復継続することでぜひ自分のものとしてください。そして、はい、本講座の利用方法なんですが、大きく期間を3つに分けて説明していきます。まずは基礎力養成次に演習、アウトプットですね。最後に苦手分野、克服とありまして、 当然ですが、最初は基礎講座で知識をインプットしますで。次の段階、演習と移るんですが、もうこの段階からいいですね。基礎講座を行っている段階から、フォーサイドでは過去問を解くことを推奨しています。それを本試験直前までずっと続けます。で最後の実力試しで模擬試験を受験していただいて、何回も言いますが、 弱点分野克服として直前対策講座を受講していただくという流れですね。で、期間を通してやる気を維持するために eLive Study もぜひ受講を続けてください。そして10月の本試験、11月あるいは12月に合格発表を迎えるという流れになります。そしてここまでですね、いろいろ基礎講座あるいは過去問講座とお話をしてきましたが、 じゃあ、どのコース選ぼうかなと迷われているかと思います。単純にですね、基礎講座、そして過去問講座をセットにしたバリューセット1というのが一番シンプルな講座になりまして、これに直前対策講座を加えたのがバリューセット2番。さらに、科目別当連講座。さらには、全額返金保証制度を含めましたバリューセット3というですね、 1> 1 2 3とありりまして私がが超おめすすめするのがやはりバリューセット3ででいいですね特にですねこの最後の全額返金保証制度というのはもちろん一定要件をクリアしていただく必要があるんですが本試験まで一生懸命勉強したのに実際の本試験では思うような結果が出なかった場合にはですね受講料を 返金させていただくという制度がありますので、このバリューセットさんを強くお勧めします。宅検試験は難しい試験ですが、きちんとした対策を取れば必ず合格ができる試験です。私と一緒に合格目指して頑張りましょう。